フランク・ミラーは、アメリカ合衆国のチェリスト。メリーランド州ボルティモアの生まれ。ピポーディ音楽院を経て、カーティス音楽院に進学し、フェリックス・ザルモンドに支持。18歳で、フィラデルフィア管弦楽団に、チェロ奏者として参加し、1935年には、ミネアポリス公共楽団の首席チェロ奏者を務めた。1940年には、NBC 公共楽団に、 主席チェロ奏者として入団し、1954年の解散まで務めた。1957年から1959年まで、プエルトリコのカザルス音楽祭のオーケストラの主席チェロ奏者として参加。1959年から1985年に引退するまで、シカゴ交響楽団の主席チェロ奏者を務めた。一方で、 1962年から1984年まで、イリノイ州のエヴァンストン公共楽団の音楽監督を務め、指揮活動も行った。シカゴにて没。レナード・ローズは彼のいとこにあたる。死亡記事、アーカイブされたコピー。2013年11月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年10月18日閲覧。歴史的チェリスト。 レーナドローズ略歴。ありがとうございます。